赤江様。俺が小学校低学年の頃の話。つってももう30年以上前になるけどな。東北の A 県にある海沿いの町で育った俺らにとって、当然海岸近くは絶好の遊び場だった。海辺の生き物を探して無意味にいじくってみたり、釣り人に餌を売りつけて小遣いもらったりと、まあ、無邪気に遊ぶ毎日だったよ。しかし、かくれんぼだけは海の近くでやってはいけない、と周りの大人にきつく言われていた。まあ、海は危険な場所がいっぱいあるからな。変なところに隠れられて、大怪我や命を落とす事故を心配してのものだろうと、子供ながらに理解していた。しかし、理解しているとか何とか言ったって、そこは所詮子供。周りに誰もいなけりゃやっちゃうもんなんだよね。俺と近所のクソガキ、エータ、ビーロー、シーコの4人でかくれんぼをしたことがある。当時のガキにしちゃ丸々と太っていた実質ガキ大将のシーコがどうしてもかくれんぼしたいって聞かなかったんで、俺ら男はなんか臆病者扱いされるのも嫌だったんで付き合うことにしたんだわ。しぶしぶ始めたとはいえ、海の近くで変なくぼみとかいっぱいあって、めちゃくちゃ楽しかったってのを今でも覚えてる。危険な場所ってのは基本的に楽しいものだよね。隠れ始めて1時間くらい経った頃、エータが鬼だったんだけど、シーコがどうしても見つからない。仕方なく隠れんぼを中断して3人でシーコを探すことにしたが、なかなか見つからないから、三人で手分けして探すことにした。それでも見つからないから、もう諦めて帰ろうと思った時、さっき調べても見つからなかった岩場のくぼみにシーコを見つけた。ただ、シーコ一人じゃなくて、なんかやたらと立派な和服を着たじいさんが一緒だった。ガキだった俺は、家の人間が迎えに来たから勝手にかくれんぼ中断しやがったな。と思ったが、どうも様子がおかしい。普段は大人相手だろうが子供相手だろうがのべつ幕なしに騒ぎまくるシーコがやけにおとなしい。和服のじいさんが何か話してるのにも反応せずに一点を見つめて動かない。これはやべえんじゃねえの？と思った俺は、幸い二人ともこっちに気づいてないようだったので、気づかれないように様子を伺うことにした。よく見てみると和服のじいさんは、こんな海っぺりだっていうのに全然濡れていなかった。じいさんはひとしきりシーコの体をベタベタと触った後、懐から鉄製の櫛のようなものを取り出すと、おもむろにシーコの脇腹に突き刺した。俺はじいさんの行動にビビって固まった。正直しょんべんも漏らしていた。しかもじいさんは、その櫛を一本ではなく、次々とシーコに差し込んでいく。しかし奇妙なことに、血は全然流れてこない。シーコも櫛を刺されまくって、黒ひげ危機一髪みたいになってるのに、ピクリとも動かない。そのうち、櫛を伝って、黄色っぽい、白いドロドロとしたものが流れ出してきた。するとじいさんは、櫛の根元の方に白い袋のようなものを取り付け始めた。どうやら、そのドロドロを袋に集めているようだった。多分、ものの2、3分くらいだと思うが、どうやら袋がいっぱいになったらしく、じいさんは一つ一つ口を縛り、袋をまとめていく。一方のシーコは、あんなに丸々と太っていたのに、いつの間にか、干からびたミミズのようになっていた。これは、冗談抜きでやばいものを見てしまった、と俺が思っていると、じいさんが不意に俺の方を向いた。そして何か言おうとしたのか、口を大きく、あ、の形にした。
と思うと、後ろから大人の声で、こら、毒素ガキが、あんだけここでかくれんぼすんなって言ってんだろ、と怒鳴る声がした。振り返ると、エータの父。どうやらシーコが見つからなくて焦った二人が大人に報告しに行ったようだ。俺はシーコが干物になってしまったことを伝えるのと、変なじいさんから逃げるのにで、エータ父の方へ駆け出していた。かなり本気のげんこつと、もう人怒鳴り食らって、俺がシーコのところまで引っ張ってエータ父を連れて行くと、干物ではなく、太ったままのシーコが倒れていた。あのじいさんも、串で刺された後も、綺麗さっぱりなくなっていた。結局シーコは、かくれんぼ中にこけて頭打って気絶していた、ということで病院に運ばれた。その日の夕方には目を覚ましたらしい。一方で、俺ら三人は死ぬほど説教食らったが、俺は、さっきの光景が目に焼き付いていて、ろくに説教も聞いていなかった。それから数日は、シーコは何もなくピンピンしていて、近所のクソガキの上に君臨していた。俺も、あれは暑さでおかしくなって見た幻だろうと思い込み始めていた。しかし、一週間ほどした頃から、ガキの俺らの目にも見えて痩せ始め、しまいにはその姿を見なくなっていた。どうやら何かの病気をしたらしく、俺は母親に連れられて、エータ B ローやらと一緒にシーコの見舞いへ行った。そこにいたシーコは、以前の憎たらしく太っていたシーコではなく、随分と痩せ細った姿だった。しかも痩せているのではなく、見るからに肌に水気がなく、子供とは思えないほど、シワだらけになっていた。あの時の、干物の二三歩手前、という感じだった。俺は、もうこいつ死ぬんだな、と思った。見舞いから帰ると、俺は母親に、例のじいさんと、串に刺されたシーコのことを話した。母は俺の話を聞き終えると、そう、と一言だけ言って、どこかに電話をかけた。そして電話が終わると、明日その時のことを聞きに人が来るから正直に答えなさい、と俺に言った。普段にも増して心機臭いな、と俺は思った。次の日、学校の授業の途中に校長に呼び出され、校長室で見知らぬおっさんに、じいさんとシーコの話を聞かれた。そのおっさんは古い絵を見せてきて、そのじいさんはこんな格好じゃなかった？と聞いてきた。その絵には、みすぼらしい格好をして、頭が不自然に三角な男と、例のじいさんみたいな綺麗な和服を着た男が描かれていたので、俺はこっちの和服の男の格好に似ていると答えた。するとおっさんはため息を一つ吐いて、校長にどうやら赤江様ではないようなのでこれ以上の心配はないでしょうと言った。校長も何か安心したような感じだった。その後、俺を無視して、今年は豊漁になるだとか、漁協からシーコの家に見舞い金を出すとかいう話をしていたが、俺がまだいることに気づき、すぐに追い出され、俺は授業に戻った。シーコは結局、その後割とすぐ死んだ。シーコの葬式では、悲しそうなのはシーコの家族だけで、他の大人はみんなニコニコしていて嬉しそうな感じだった。正直、俺もシーコが嫌いだったので、心の底では嬉しかったが、今まで経験した葬式との違いに少し不気味に思っていた。
俺の父親もシーコの両親に神様が持って行ったようなものだからと変な慰めをしていたのを覚えている。その年の秋はあの時の盗み聞いたおっさんと校長の話通り、ここ数十年で一番の豊漁になった。しかし俺の町以外の港ではそれほどでもなかったらしく、俺の町はだいぶ潤ったらしい。俺も A 太も B 郎も栄養状態が良くなったせいか、みんなコロコロと太った。